空港まで今40マイル、37マイルですね。房総半島の、南端を通過していきます。ウェッジの次がですね、アーロン、キャメル、カカオというふうにだんだん空港に近づいていきます。そろそろこの辺にですね、デビエーションポインター、ひし形のポインターが、出ないかどうかご注目ください。 ILS のローカライザーキャプチャーすると、まず、この下側にデビエーションポインターが現れます。今32マイルですね、空港まで。現在オートパイロットで L ナブ、V ナブで飛んでいます。1万フィート切りました。はい、ランディングライトオンにします。エンジンスタートスイッチコンティニュアス、ファーストベルトオン。空港まで30マイルです。CP ボタンにアプローチボタンとありますが、はい、ちょうど今ですね、デビエーションポインターが現れました。ローカライザーを今キャッチしたところです。ローカライザーキャッチしてます。これがデビエーションポインターです。ローカライザーキャプチャーしてます。こちらにですね、ITC337 と DMA23.5 というふうに、ILS のですね、電波をキャッチしたことを表す表示が出ています。デビエーションポインターが見えてます。この段階でですね、MCP パネルのですね、アプローチボタンをプッシュします。これはローカライザーキャプチャーしてないと押せないボタンです。はい、アプローチプッシュしました。はい、続けてですね、グライドスロープの、デビエーションポインターが出てきました。これはグライドスロープ、縦方向の、ポインターですね。はい、両方現れたということで、いよいよ着陸態勢に入っていくわけです。はい、デビエーションポインターが中身がですね、ピンクになって VOR ローカライザーキャプチャーしたという表示になっています。はい、
ランウェイ3、4ライトに向けて今、真正面に3、4ライトが見えているということになります。はい、右側に、ハイウェイですね。高速道路が見えてます。海ほたるの高速道路ですね。はい、ヘディングを337に合わせます。ラップ5にします。正面に向かって直進しています。デビエーションポインターがグライドスロープの分がだんだん下がってきます。空港まで15マイル。ちょっと早いですけどギアダウンします。ギアダウン、スピードブレーキアームにします。はい、ここでローカライザーもグライドスロープもキャプチャーしたということで、ひし形の中身が濃いマゼンタになりました。はい、降下を続けていきます。
ビゲーションディスプレイ上のですね、多機の機影を表しています。このひし形のですね、マイナス20という、機体が見えると思います。これはまあ他の飛行機が、今の、当飛行機よりもマイナス2700フィートで飛んでいるということです。今ちょっと消えちゃいましたけれども、またそのうち現れると思います。このように、多機の情報が、ナビゲーションディスプレイに表示されます。また大島に向けて降下中です。ちなみにトランスポンダースイッチの位置によってですね、トラフィック TFC は一番右側の TARA のスイッチで、TA オンリーですね、トラフィックアドバイザリーオンリーの、スイッチの位置だと TA オンリーというふうになります。でもう一段左にトランスポンダーのスイッチのを回しますと T キャスオフになります。ということで、まあこのスイッチが入ってないとこういうオレンジ色の、警告が出るということになります。まあ、フライト中は必ずトラフィックにします。ここでまた出てきましたけれども、これはですね、当機よりも、900フィート上を飛んでるということです。で矢印が下に向いてますんで、まあディッセンド、下降中だというふうなことになります。はい、ちょうど今当機は、降下を開始しました。2万フィートから、下げていきます。空港に近づくにつれて、当然、周りの飛行機も見えてくる数も増えてくるというわけです。外側をよく見ないと危ないというわけですね。アンザックに向けて今左旋回中です。滝が見えます。マイナス500フィート、陶器の左が500フィート下を飛んでます。ちょっとこっちから見えないですね。15になってますから、プラス16、17、東京よりも1700フィート上だということです。この737のシミュレーターです と、この多機の高さしか出ないですね。将来的にはきっと他の飛行機の便名とか、そういったものも
表示されるようになってくると思います。はい、ここにもう一機出てきました。プラス2000、プラス26ですから、東京よりも2700フィート上。ちょっと今消えちゃいました。こちらに2機見えます。プラス12、プラス18、東京よりも1000フィート上、東京よりも1600フィート上ということです。それぞれ今降下中です。時々ですね、管制塔の管制官の方からですね、トラフィック2オクロック5マイルとか、近くに飛行機がいるということで、アドバイスが来ることがあります。その飛行機が目視できれば、トラフィックインサイトと言いますし、トラフィックインサイト、目で見えなければネガティブカンタクト、見えないけれどもパッドオンティーキャス、トラフィックオブザーブドというふうに、パイロットは答える時もあります。目では、見えないけれどもティーキャス上ではトラフィックが見えてますというような、バンダに向けて左旋回中です。房総半島、左に見えます。はい、房総半島が見えます。ワンダに向けて左旋回していきます。ワンダ230ノット、13000フィートです。